さて、村井義秀さんにですねインタビューをさせていただくということで、まあ、私もあのスーパー GT のオフィシャルアナウンサーとしてイエール北川として何かこう聞くというよりはただの一ファンというかもうなんか何でしょう、あの空の村井さんを見せられると、うん、誰もがファンになっちゃうんじゃないかなって思うぐらい本当にすごい村井さんになんかこうお話を今回聞かせていただくことになりますけども、まず冒頭早速なんですけど、はい、エアレース、うん、復活をするというか、はいはい、また新しい形になってっていうことですかね、はいはい、そうですね、はい、来年の春頃からスタートの予定で、うん、エアレース世界選手権ということで、まあ、ルールとかねフライトの内容はほぼ、うん、まあ、もともとレッドブルエアレース時代と似たようなルールになりそうなんですけれども、はい、また世界転戦で多分来年全8戦ぐらいで行われるんじゃないかなと思います。なのでレッドブルの時もあれだけ素晴らしい活躍を見せてワールドチャンピオンにもなったじゃないですか、はいはい、で惜しまれつつあの大会がクローズして、うん、はい、そこ今度またこれが発表になるまでの期間というのは村井さん、うん、どんな心境だったんですか。そうですね、2019年が、まあ、8戦のところ4戦で終わり、ね、まあ、シーズン途中で終わる形だったんですけど、はい、その4戦のうちね3勝したんですよ、うん、だから結構勝てる体勢で行ってたんでここで終わりかみたいなもう絶対ワールドチャンピオン取るに行くっていう感じのだったし、まあコンディションも良かったしチーム体制も良かったというところで終わったので、うん、残念なところはあったんですけど、うん、まあでもゆくゆくねスポンサーの都合とかもあると思うけど復活するでしょうから、まあ、その日に備えてこう準備を実は結構してきて、うん、自分自身のコンディションは多分そんなに変わらない状態でオフシーズンもずっとこのレースない期間も積んでいたのと、あとやっぱ技術的な積み重ねも実はレクサスとずっとこの3年間も続けてまして、いろんな開発は実はしてきたんですよね、はい、でそれがいよいよレーススタートということで今急遽機体に搭載してテストという段に入ってますから、うん、まあ、2019年よりさらに一段いい状態でレースに来年から入ってくると思いますね。なるほど、うん、まあ、その不完全燃焼に終わってしまった2019の分も、うん、この新しい体制と、はい、まあ、何よりもそのレクサスとの、はい、まあ、大きいパートナーシップっていうところはね、うん、はい、すごい前回よりもさらにこう1本も2本も進んだ感じがするんですけれども、うんうんうん、はい、これっていうのはそもそもでも、まあ、今までも我々レクサスの、はい、その、まあ、機体にね、うん、大きなロゴがあったので、はい、まあ、互換系っていうのは分かったんですけど、うんうん、どれぐらいこう進んだというか、はい、深まったというか、はい、何を。そうですね、まあ、今まではこうスポンサーシップという形でチームを外側からねこうサポートしてもらう形だったんですけれども、来年から本当チームパートナーとしてレースに参戦していきますから、本当にこう我々レースチームの中にこう入ってもらうで、もう本当にこう一体となっていくので、完全にそのいわゆる車でワークスチームという形になると思いますね、はい、うん、なんか憧れますね我々としては。モータースポーツを知ってる人間からすると、はい、ワークスっていうともう全然違うなんかね、はい、領域というか、はい、なんか次元が変わりますよね。そうですね、本当にプライベーターからワークスに移行する感じで、今現在 もう準備段階からも全然違うので、うん、かなりパワーを持っていると思いますね。具体的にでもその、まあ、レクサスっていうのはある意味我々もよく知るレースでもブランドとしては本当に素晴らしいブランドでしたけども、まあ地上を走る乗り物を作る、その中でもまあかなり高級なブランドとしてレクサスっていうのはありますけど、それが空にっていうとどういうつながりができてどういう化学反応が生まれるのかなっていうのはすごく興味があるんですけど、まあ実際さっきもちらっとねヒントは出てきたんですけど、どう具体的にこう、はい、まあやっぱりものづくりの会社なので、あやっぱり飛行機ももの、ね、乗り物でそのものを作るという観点からいくと、うん、極めて近い研究をしているし、る、まあ、近年の車というのは空力的なものも ね市販車もすごく大事じゃないですか、はい、この CD 値とかいろんなことをやっぱ提言して、ね、環境負荷を減らすっていうのは本当に大きな課題なので、うん、まあ、そういう意味で空力って我々はもうほとんど空力だけで飛んでますからまさに空力って実は本当に空から来た言葉ですもんね、はい、我々今地上で使ってますけど ね、はいはい、我々は本当に空力が全てに近いので、はい、ですからそういう点でも共通点はでもいっぱいあって、うん、でもそういうものづくりのベースがある中でレクサスってやっぱり世界のトップブランドなの で、 そうです、
そのトップランドってのはやっぱそこにいる人たちのね、うん、パッションの厚さだと思うんですよ。あ、物作ってる人、まあ、ブランディングする人、まあ、いろんな人が本当に最高級の情熱を持ってるので、まあ、その人たちと一緒に我々 JS チームが一緒になると、うん、我々は本当にこう力をもらいますね。一流とかトップに行くっていうのはどういうことがその一般とは違うんだっていうことをすごく勉強させられるので、我々も身をこう引き締められてレースに臨むことができていくと思いますね、うんうん、ある意味空の世界でずっとやってこられた室谷さんと、うん、まあ、陸上で長年にわたって、うん、まあ、トヨタそしてレクサスとしてやってきたそのコラボレーションっていうのが、うん、はい、まあ、かなり面白いコラボレーションではありますけど、うん、相当モチベーションが高くなりますよね。お互いにね、これやりたい、あれやりたい、はい、あ、そんなことできるんだっていう、そのやり取りが今すごく充実してるんじゃないですか、うんうん、そうですね、本当にこういろんなアイデアがあってね、もうやりきれないほどのアイデアはあるんですけど、やっぱり我々レースの世界ですから、世界一を取りに行くといいですねいうことは当然目指してくるので、はい、まあ、その過程の中でね、まあ、いろんな、まあ、できることできないこと、いろんな課題も出てくると思うんですけど、うん、まあ、みんなのこれだけの情熱パッションがあればね、必ず乗り越えていくと思います、はい、今日も飛んでいただいてね、機体にバーンとレクサスのロゴが見えて、うん、はい、それがもう本当に優雅に、うん、時にはものすごく攻撃的に、うん、そうやって走る、なんかあれを見ると、うん、はい、まあ、今回はあのレース用の機体ではないですけど、はい、あのカラーリングで世界中を飛ぶと思うと、うんうん、はい、めちゃくちゃ興奮しますね。そうですよね、はい、まあ、あのね、ほぼ今日見ていただいたカラーと同じカラーリングで、うん、世界転生してきますからね、はい、あれで、ね、勝利をこう積み重ねていきたいなと思いますね、うん、もう勝てるものは全て勝って、うん、そうですね、はい、8戦8勝ですかね。8戦8勝8戦8勝すると怒られるかもしれませんねでもそれぐらいのやっぱりものを作りたいし、はい、やっぱりその、はい、惜しまれつつ、そのね、途中で断念せざるを得なかったその、うん、まあ、不完全燃焼の部分を新たなパートナーとともに、はい、じゃあ今度はもっと大きい価値観の勝利につなげるっていう、はい、うん、まあ、モチベーションは今すごい高いですよね。そうですね、本当にチームの士気がすごく高いですけれども、まあ、世界の相手は相手で同じようにこう準備をしてきますから。あ、そっか、やっぱレースのレベルって上がっ、ね、車もそうですけど、はい、毎年上がっていくじゃないですか、タイムも速くなっていくし、はい、ですから常にこのあの進歩合戦なのでね、まあ、我々としても気は抜かずに準備を積み重ねていこうと思いますけどね。特に今世の中もいろいろなものがこう変わるスピードっていうのがものすごく速い中で、はい、やっぱりそのスピード感っていう部分では本当に力強いパートナーもレクサスさんと一緒にどんどんと積み上げていかなきゃいけないですね、はい、そうですね、本当に。でもレースってもうデッドラインがもうね、レースデーで決まってきますからね、うん、で毎戦毎戦進歩していかないとどっかで負けてきますから、はい、ですからこういうフィールドでお互いのこのね、得意なものを持ち寄って得意なものを、はい、うん、で戦っていくっていうのは、まあ、お互いやっぱりいろんな相乗いろんないい効果があるんじゃないかなと思いますね。なるほど。さあ、あの我々あのモータースポーツをやってる人間からすると、もう本当にさっきも言いましたように、あれだけ空をですね、うん、まあ、優雅にそして攻撃的にかっこよく、うん、本当に飛ばれる姿を見るとみんながファンになっちゃうと思うんですけど、うん、逆にあの空のモータースポーツということになりますけど、うん、純粋に空のモータースポーツの魅力って、うん、はい、この今ご覧になっている皆さんに伝えるとしたら何だと思いますか。まあ、車と違いやっぱ3次元であるっていうこと、はあ、3次元ね。ですから、まあ、レースコースが車の場合はね、うん、その舗装路で定められると思うんですけど、はいはい、飛行機の場合はある程度こうそこは自由度があるんだけど、はい、3次元的にも自由度があるので、うん、ライン取りっていうのが車のサーキット走るよりは自由度があって、なるほど、まあ、その分いろんな戦略が組めるというところで、はい、まあ、3次元動き回るのかなりこう複雑なこうルーティングになるんですけれども、まあ、そういうところが、まあ、車と大きな違いだと思います、うん、あとやっぱりレースが1分ぐらいのレースなので、はい、まあ、車のいわゆる予選に近い感じですよね。あ、瞬発力というか、はいはい、で一発勝負なところもあるので、それでノックアウトラウンドとかで決まっていくので展開が結構早くて、うん、はい、レースをあまり知らなくて見ても、うん、なんかレース展開は非常に分かりやすいというか、シンプルで分かりやすいというところがやはりその魅力だと思います。あとなんかもう本当にもう目にも止まらぬ速さで上空へ上昇していって、うん、そして今度急下降したりとか、うん、ものすごいあの、はい、G で横の多分、はい、まあ、僕らは横 G なんですけど、はい、多分縦にね、はい、G を感じながらターンをしていくとか、はいはい、あのスピード感というのはちょっと見た方でないとわからないぐらいの迫力がありますよね、うん、そうですね、はい、やっぱりね400キロ近くこう出て飛行機が飛んでいくのと、はい、まあ、普通に旋回するんですけど、はい、まあ、空気
力で旋回してくる空気がうなるっていうかね、ババババババって、はい、空気が振動するような感じがあるので、はい、それってやっぱ現地で生で見ないと味わえないと思うんですけど、まあスピード感とか本当にすごいと思います。うん、まあ、あとはやっぱりあれですね、レクサスと共にここまで積み上げてきたものもそうですけれども、うん、すごいパートナーもそうですけどチームの力っていうのがやっぱり試されるのがやっぱり世界選手権ですかね、やですもんね。そうですね、はい、やっぱり総合力ですから、うん、パイロットは本当にねその一部だけでしかなくて、本当にこうチームとしてどれだけの力があるかで最終の総合優勝っていうのは決まってきますんでね、はい、本当にこうチーム一丸となっていきたいと思うし、まあ、それをこう支えるこうファンもう多くないとやっぱ勝てませんから ね、はいはい、そこをしっかり作っていきたいなと思います。まだ日本の大会はちょっと分かりませんけれども、うん、ぜひね我々も近くで、はい、その室谷さんのね、活躍を応援するチャンスがあるといいなと思ってますんで、うん、そうですね、はい、本当に日本でできたらいいし、まあそれじゃなくてもね、今テレビとかインターネットで見れると思いますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。分かりました。まあ僕らも地上のモータースポーツは大好きですけれども、うん、空のモータースポーツもこれからも応援してますので、うん、はい、室谷選手ぜひ素晴らしいですね活躍を期待しております、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。